明治神宮野球場です。エンジェ対横須賀、この試合の模様をお送りいたします。エンジェの先発は右の武田、横須賀の先発は右の岸本、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の武田マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターはエマ。第9球投げた、初球はストライク。第2球投げた、アウトコース高め、ボール。投げた、決まった、ストライク。タイミング合いません。第4球はボール。次が5球目、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、ジャンプうまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、変化球はストライク。インコースのボール球を振らせました。追い込んでから第3球を投げました、打った、キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンド、ボールを掴みました。バッターは3番奥。第9投げました、内角低め見送ってストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから第2球投げました、変化球空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打ちました、ファール。第4球を投げました、ボール。次は5球目、投げた、低めのボール引っ掛けた、当たり損ない、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。武田無難な立ち上がりです。横須賀無得点で終了です。右の岸本登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、エンジェ攻撃に入ります。先頭バッターは茂木、内角高め、外れてボール。第2球打った、抜いていった、茂木いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、初球から送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー二塁に進みました。横須賀先制のピンチを迎えます。横須賀ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、外がいっぱい決まってストライク。これで追い込みました。追い込んで投げた、初球見逃し三振、岸本3球で仕留めてみせました。先ほどのプレー、バッターは4番広瀬、ひときわ大きな声援が聞こえます。投球これから2球目、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げた、打ちました、いい当たり、破った、茂木一気にホームイン、ホームイン、エンジェル早くも先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは指名打者浅村。第9投げました、これは引っ掛けた、岡交代、アルボー。初球ファールから第2球、危ない球、ボールを二塁へ、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。投球は3球目、投げました、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。
1回の裏が終わりまして1対0、横須賀先制点を奪われています。2回の表1点を追いかけます。横須賀攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者国立、見送ってストライク。第2球投げました、打った、ファール。第3球を投げました、ストレート、空振り三振。国立全くタイミングが合いません。投げました、ボール。第2球ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。さあ4球目、ボール。第5球投げた、ストライク。第6球を投げた、打ったに当たりだ、ショートバウンド、ボールを取った、もぎ軽快な守備を見せました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番江澤。投げた、高め決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、外を際どい、ボール。第4球を投げました、カットボールはボール。第5球投げました、外角低め、外れてボール。第6球を投げました、外角低め、見逃し三振。最後は見逃し三振に倒れました。2回の表が終わって1対0、エンジェル1点リードバック。2回の裏、エンジェル攻撃に入ります。トップバッターは香川。第9球打ちました、初球打ち取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番大島。第9球投げました、決まった、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、3球目ストライク。次は4球目投げた、打ちました、ファールボール。次は5球目投げた、高速シンカーはボール。さあ6球目打ちました、美優君ライナー破った、ヒットになります。大島ナイスバッティングです。バッターは8番あゆみ。第9球1球目ストレート、空振り、少し迷ったか。1球目空振りから見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を大島スタート、投球ボール、キャッチャーに盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。さあ4球目ストレートはボール。次は5球目絶対痛烈な当たり、レフト前クリーンヒット。歩み、いいバッティングを見せました。横須賀なおもピンチが続きます。ストライク。第2球流し打ち、バックホーム、間に合うかどうか、タッチアウト、一塁送球。横須賀なおもピンチが続きます。さあリプレイです。先ほどヒットを放っている茂木。第9球ストライク、伸びのあるストレート。1球目ストライクから2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、アウトロー、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、シンカー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。ワンアウト1塁3塁のチャンスでしたが得点できませんでした。2回の裏が終わりまして1対0。3回の表、横須賀攻撃に入ります。先頭バッターは知野。投げました、ツーシームはストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、ボール。第3球を
投げました。3球目ストライク。第4球を投げました。打ちました。ショートバウンド、一塁へ送る。広瀬うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番綱川。第9内側いっぱい、決まってストライク。さあ次の投球、投げた、見送ってストライク。第3球は打った、打球はレフトへ、ヒット。綱川ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第2球決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、インローに送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、見逃し三振。打順はトップに帰ってエマ、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。タッチセーフ。第1球変化球見送ってストライク。第2球投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました、三遊間の当たり、破っていった、ボールは中継。エマいいバッティングを見せました。エンジェル同点のピンチを迎えます。第2球投げました、見送ってボール。投げました、まっすぐ見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ライトへのフライだ、ライト下がった、これはヒットになります。まずは同点、小森タイムリーヒット。エンジェルなおもピンチが続きます。さあ先ほどの同点の場面です。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、奥横須賀一打勝ち越しのチャンス。初球空振りからボール。第3球見送ってストライク、追い込んでいます。第4球はボール。第5球投げました、カットボールはボール。第6球を一塁ランナー自動的にインコース引っ張った、ヒット。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、エンジェルリードを奪われました。奥タイムリーツーベースヒット。エンジェルなおもピンチが続きます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、国立横須賀追加点のチャンスを迎えています。投球これから2球目、打ちました。第3球を投げました、ボール、アウトコース低め。第4球を投げた、インコース引っ張った、抜けた、奥三塁回った。横須賀この回4点目、4対1、国立タイムリーツーベース。エンジェルなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ツーアウトランナー二塁となりまして、アリア、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。二塁牽制、二塁タッチセーフ。第2球直球決まってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げた、打ちました、ヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、横須賀さらに1点追加、5対1。リプレイをご覧ください。右バッターボックスは江沢。第9投げた、真ん中ストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回一塁へ牽制球。第2球低めいっぱいストライク。第3球を投げた、もう
第4球をランナー走った、外れた、二塁送球はどうだ、盗塁成功、ランナーを二塁に進められてしまいました。第6球を投げた、ストライク、空振り三振、三振に切って取りました。3回の表が終わって5対1、横須賀逆転に成功しました。エンジン、この回は上位打線から始まります。トップバッターは西野、第9球ストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、打った、キャッチャー落下点、ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番鈴木、第9球初球空振り、伸びのあるストレート。第2球投げました、2球目ストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました、ストレートはボール低め。第4球を投げました、打ったいい当たりだ、篠のボールを取る、一塁送球アウト、鈴木いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。ストライク、少し迷ったか。第2球これも空振り、タイミング合いません。第3球は打ちました、第4球を投げました、あっと引っ掛けた、ヒットになります。広瀬ナイスバッティングです。バッターは DH の浅村、第1打席はファールフライに倒れています。第9球初球を打ちました、取りました、これで3アウト、結局1塁残塁です。序盤終了しまして5対1、横須賀4点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは千野、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。初球は変化球に空振り、第2球投げた、決まった、ストライク、追い込んでから第3球を投げた、ボール、第4球を投げた、ボール、外角低め。第5球投げた、打ちました、ショートバウンド取った、茂木軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番綱川、これが2度目のバッターボックス。投げた、ツーシーム見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、打った、引っ張った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。綱川いいバッティングを見せました。右バッターボックスは9番岡、ストライク。第2球投げました、これもしかし空振り。第3球を投げました、一つ外した、ボール。第4球を投げました、危ない球、次は5球目打ちました。第6球を投げた、打った、サード前方のフライになりました。サード取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、ボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、2球目ストライク、投球は3球目、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、ファール、一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げた、打った、流し打ち、広瀬掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー一塁に残塁です。4回の表が終わって5対1、横須賀現在4点をリードしています。4回の裏、エンジン攻撃に入ります。この回のトップバッターは香川、第9球投げました、初球見送ってストライク、伸びのあるストレート。第2球投げました、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、一つ外してボール、投球これから4球目、打ちました、セカンドの左、エマボールを掴んだ、アウト、
これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは大島、今日2度目のバッターボックス。第9投げました、外れた、ボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げました、3球目空振り、追い込んでいます。追い込んで第4球を打った、痛烈な当たり、打球はセカンドの左、アウト。これで2アウト、ランナーありません。ランナーは8番真由美、第9投げた、シュートはボール。第2球決まった、ストライク。第3球はストライク。次が4球目、投げた、打ちました、切れていきます、ファール。打ちました、三塁線、惜しくも切れてファール。投げた、危ない球、投げた、初球見逃し三振、低めいっぱいに決まった。最後は見逃し三振に仕留めました。4回の裏が終わりまして5対1、横須賀4点リードは変わりません。横須賀この回は2番からの好打順、先頭バッターは小森。投げた、見送ってボール。第2球投げました、カットボール空振り。第3球を投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、内野ゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには奥、第9ボール。第2球危ない球。第3球を投げました、変化球はボール。第4球を投げました、決まってストライク。第5球投げた、ストレート、見送ってフォアボール。バッターは指名打者国立。第9投げた、危ない球。さあ次の投球、奥走った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ストライク。第5球投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。栗立ち、ナイスバッティングです。バッターは5番有馬、これが3度目のバッターボックス、初球引っ張った、左へ打っていったが、これは切れてファー、打った、センターへ持っていった、ヒット、ボールは中継、有馬いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げました、打った、ショート右への打球、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。結局2者残塁です。5回の表が終わって5対1、横須賀現在4点をリードしています。エンジェル、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ジャン、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、ボール。投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、変化球、空振り三振、2者連続三振。バッターはトップに帰って模擬、第9ストレート決まってストライク。第2球打った、い当たりだ、エマダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは2番西野、第9投げました、ボール。投球これから2球目、シュートはボール。第3球を投げた、打ちました、レフト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。岸本3人でピシャリと抑えています。前半が終わりまして5対1、横須賀4点リードは変わりません。
試合は後半6回に入ります。トップバッターは知野。今日はサードゴロとショートゴロ。初球空振り。1球目空振りから第2球投げた。流し打ち、ファールボール。追い込んでから投げた。1球外した。ボール。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。打ちました。ボールはライナーでライトへ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番綱川。第9球投げました。内角低め見送ってストライク。さあ次の投球投げました。低め、カットボール外れてボール。第3球を投げました。見送ってストライク。追い込んでいます。追い込んで第4球を投げました。ボール。さあ5球目、カットボールはボール、アウトローへ。第6球を投げました。打ちました。ボテボテのセカンドゴロ。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは岡。今日は三振とサードフライ。初球ツーシーム空振り。第2球ボール。投げた。低め、ボール。さあ4球目空振り。投球これから5球目。ボール。第6球を投げた。打った。痛烈な当たり。一塁送球、西野うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。横須賀三者凡退に倒れました。6回の表が終わって5対1、横須賀現在4点をリードしています。エンジン、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは鈴木。今日は三振とショートゴロ。第2球投げた。ストレートはストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた。打ちました。知野取った。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番広瀬。第9球初球シュートは空振り。タイミング合いません。第2球投げた。打ちました。アルボール。追い込んでから投げました。あーっとワンチップ、アウト。これはしっかりキャッチしていました。バッターは DH の浅村。今日はファールフライとショートライナー。ストライク。さあ次の投球ボール。第3球を投げました。引っ張った。レフトへの打球、これはヒットになります。浅村ナイスバッティングです。バッターは6番香川。今日はライトライナーとセカンドゴロ。初球はストライク。第2球投げました。打ちました。左中間へのフライですが、掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー浅村残塁に終わりました。中盤まで終了しまして5対1、横須賀4点リードは変わりません。武田降板、右の横山、今日2人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げました。スライダーはボール。まずはインロー。第2球投げました。空振り。第3球を投げた。インロー見送ってストライク。追い込んで投げた。打った。流し打ち、ファール。投げた。直球空振り三振。バッターは2番小森。今日4度目のバッターボックス。内角際どい球、ボール。投球これから2球目。ストレートはボール。第3球を投げた。決まった。ストライク。
次が4球目。投げた。打ちました。いい当たり。西野ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは3番奥。第1球投げました。初球を打った。1・2塁間へ。1塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。横須賀三者凡退に打ち取られました。7回の表が終わって5対1、横須賀スコアボードにゼロが入ります。7回の裏、エンジュラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは大島。投げました。危ない球。第2球ストレート空振り。伸びのあるストレート。投球はこれから3球目。流し打ち。どうだ。ボテボテのサードゴロ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには歩み。今日3打席目。決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。インコース引っ張った。ヒット。歩み一塁蹴って二塁へ。歩みツーベース。このチャンスはなんとかものにしたい。まずは二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。インサイド見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。高速シンカーはボール。投球は3球目。投げました。打った。ライト前進してくる。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球直球見送ってストライク。第2球投げた。決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた。アウトコース低め。高速シンカー外れてボール。第4球を投げた。低め際どいボール。投げた。打った。小森バック。切れていきます。ファール。投げた。打ちました。ショート右。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。二塁ランナー歩み残塁に終わりました。7回までが終了しまして5対1、エンジェルラッキーセブンの攻撃は8回の表、横須賀攻撃に入ります。先頭バッターは DH。 初球から打ってった。これは内野ゴロ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番有馬。第1球初球決まってストライク。1球目ストライクから完全に外れた。ボール。第3球を投げました。ストレートはボール。インコースへ。第4球を投げました。低めボール球打った。セカンド右横のゴロ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番江沢。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。第2球投げました。打ちました。ファール。第3球を投げました。打った。次が4球目。投げました。高め。直球は外れてボール。さあ投球は5球目。ボール。第6球を投げた。打った。いい当たりだ。ボールはライナーで右中間へ。クリーンヒット。江沢二塁を狙う。江沢ツーベースヒット。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。第1球決まった。ストライク。第2球外角低め見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた。打ちました。ヒット。センター前ヒットになった。二塁ランナーホームイン。横須賀1点入りました。6対1。バッターは8番綱川。これが4度目のバッターボックス。投げた。打ちました。初球打ち。当たり損ない。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって6対1、横須賀リードを5点としています。代打は今村。第9投げた。インロー際どい球。ボール。今村。第2球投げた。インハイへ。変化球。ボール。投球はこれから3球目。ストレートで送ってストライク。次は4球目。投げました。打ちました。ショート正面。一塁送球。あっと送球それた。アウト。
これでワンアウトランナーはありません。バッターは3番鈴木。第9球投げました。もう横須賀ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました。きた左中間大きいぞ。さらに伸びる。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。バッターは4番広瀬。今日4度目のバッターボックス。第9球。ボール。まずはインコース低め。第2球投げました。外角高め見送ってストライク。伸びのあるストレート。第3球を投げました。外をストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次は4球目投げた。高めボール球打った。アルボール。投球これから5球目。打った。ライト前ヒット。広瀬いいバッティングを見せました。バッターは指名打者浅村。第9。初球外れてボール。第2球。空振り。少し迷ったか。第3球を投げた。まっすぐ見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。絶対痛烈だ。ショートライナー。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9投げた。アウトコース高めいっぱい。ストライク。いきなり150キロ。第2球投げた。打ちました。引っ掛けた。ショートバウンド。ボールを掴んだ。エマ軽快な守備を見せました。3アウトチェンジ。8回までが終了しまして6対2。エンジェルあと4点を追いかけます。横山降板。右の高尾今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました。完全に外れた。ボール。第2球投げました。ストライク。投球は3球目投げました。アウトロー際どい球。ボール。さあ4球目打ちました。ファール。次が5球目打ちました。打球はセカンドの右。セカンドから一塁送球。アウト。打順は1番に帰ってエマ。第9投げました。決まってストライク。さあ次の投球投げました。ボール。外角高め投げた。打った。もぎボールを取る。ショートから一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番小森。これが5度目のバッターボックス。投げた。高速シンカー見送ってストライク。さあ次の投球投げた。2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。投球はこれから3球目1球外してボール。次は4球目投げた。高速シンカー。空振り三振。最後は空振り三振に打ち取られました。9回の表が終わって6対2。横須賀無得点で終了です。9回の裏4点を追いかけます。エンジェ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大島。今日はここまで3打数1安打。第2球投げた。打ちました。いい当たり。ボールはレフトへ飛んで取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは代打アサヒ。第9投げました。外角低め。ボール。第2球投げました。外れた。ボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。決まった。ストライク。次は5球目打った。打球は三遊間へ。一塁へ送る。アウト。横須賀勝利目前。バッターは9番ジャン。スタンドからは大きな声援が上がっています。ボール。第2球投げました。外角ギリギリいっぱい。ストライク。第3球を投げた。流し打ち。オッカうまくさばいています。ゲームセット。岸本見事な完投勝利です。エンジェル悔しい敗戦です。勝利投手は岸本の敗戦投手。
て今日のヒーローは見事完投勝利を収めた岸本。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対2エンジェ残念ながら敗れました。勝利投手は岸本、敗戦投手は武田、エンジェ。今日のゲームは残念な結果となりました。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけてチャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。